んにちは。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。でちょっと今回は違った感じで、あのカリンバという楽器をね、とても音色が綺麗な楽器を買ってみたのでご紹介したいなと思います。はい、で私はね、Amazon で安いのを買ってみたんですけれども、私が買ったポイントは、あのウクレレと同じでね、マホガニー素材っていうところと、あとね、ここに刻印がされてる、うん、わかりやすいのでねっていうところと、あとここにくぼみがあるので持ちやすいっていうところで、はい、あとね、柄もいろいろあるんですけど、私は可愛いなと思ったのでこちらにしてみました。うん、で、あのね、安い割に全部が揃っていて、あのこういったね、こうやって持てるようなバッグと、で中もね、そう、このクロスとか、あとね、もうちょっと分かりやすいようにこういったシールも入ってたりとか、で内ポケットもついてますね。で説明書もついてて、日本語もね最後ついてました。英語もあったりとかね。であと、あのチューニングね、音を調整するためにこういうのがついてたり、あと袋と、あとね、指の、はい、がついてました。はい、でこちらカリンバで、まだあのチューニングしてないんですけど、早速弾いてみたくて、ピアノはね、ドレミファソラシドってなってると思うんですけど、交互になっていて、ドレミファソラシド、はい、なんか素敵な音です。で私動画を見ててね、 YouTube でこうやってね、こうやって弾いたりとかしてて、すごい綺麗だなと思って買ってみました。うん、でこっち2つね、後ろに穴が開いていて、とっても持ちやすくて、はい、上手くなりたいなと思います。すごくね、癒される。で自分がオルゴールになったような気持ちにもなって、とても楽しいです。ということで、ちょっとね、あの本当はね、親指で弾くのかなみたいなんですけど、ちょっとピアノっぽく試しに、うん、と言ってもちょっと練習したんですけど、弾いたので聴いてもらえればなと思います。いつも見てくれてありがとうございます。